最新の講義が最良の講義、加藤ゼミナール入門講座担当高野康平です。今回はですね、司法試験、予備試験で試される力は何か、まあ、これについてねお話をさせていただこうかなというふうに思っております。まあ、司法試験や、まあ、予備試験は、まあ、当然、法律のね、まあ、試験ということになるんですけど、ただ、法律の試験っていうのは、例えば、大学の法学部のね、その試験のようにですね、例えば、ある法的な概念を、知っているか、あるいは理解しているかってことで、この抽象的なね、概念の説明をさせる問題っていうのが、まあまああるかなと思うんですね。例えば憲法なんかで言うとね、法の支配について説明しなさいとかね、あるいは法の支配は日本国憲法で、まあどのように現れてるか、ね、その説明しなさいみたいな、まあそういうこう抽象的なある概念を説明させる、そういう問題が出される場合がありますけども、司法試験や予備試験の論文試験ってのはそういう問題ではなくて、その具体的なですね、事例問題ですね。これに、まあ、法律を使って、その解決の筋道、これをまあこう理論的に、説明できる力、ね、これが試されているということになります、ね、でその具体的な事例問題にってことなんですけど、例えばどういったことかってことなんですが、まあ、説明会なんかでよく挙げる例なんですけどもね、まあ、すごく単純化してお話をしますけども、例えばですけども A がまあ B を殺そうとして、まあ、B に向かってピストルの引き金を引いた、ね、でところが弾が逸れてしまって、まあ、B には当たらず、まあ、たまたま物陰から出てきた C さんという人に当たって、まあ、実は C を死亡させてしまった。で A はもう B のみを殺すつもりでいて、まさかそんなところから、まあ、C さんという人が出てくるなんてことは全くこう予期もしていなかったということなんですね。でこのようにして全く予期していなかった C さんを死亡させてしまったと、まあ、こういう事例において、事案において、さあ A さんに何罪が成立するでしょうかということで、まあ、これはいわゆる刑法のね、問題ということになっていくわけなんですね。でこの点についてはですね、まあ、例えば、まあ、結局A は C さんという人を、ね、ピストルで、まあ、撃ってね、狙っていたわけじゃないけど、まあ、撃ってね、死亡させてしまったわけだから、これ、殺人罪になるんじゃないのっていうことで、まずはやっぱり問題文を読んで、まあ、その事案を分析してですね、何罪が成立しうるのかってことで、ある程度、まあ、当たりをつけるなんて言い方を僕はよくするんですけども、まあ、殺人罪が成立するんじゃないかなっていうところで、まあ、一旦当たりをつけていくわけなんですよね。で、これがまさにこの事案を分析する力ということになります。でそして、じゃあその殺人罪っていう条文は一体どこにあるのかってことで、刑法の199条っていうのがあるので、まあ、その刑法の199条を引っ張ってくるわけです。でそうすると刑法の199条にはですね、人をまあ殺した者は死刑または無期もしくは5年以上の有期懲役に処するというふうに書いてあります。ちなみに論文試験ではですね、予備試験にしろ司法試験にしろ試験委員会の方から6法がね一人一人に貸し出されますので、それでその場で引くことができます。だから条文を空で丸暗記しておかなきゃいけないとか、そんなことはまあないということなんですね。で、まあ、話戻しますけども、刑法199条というのを、引っ張ってきてですね、じゃあ果たして A はこの人を殺したと言えるんだろうか、まあ、人を殺したと言えるならば、まあ、殺人罪が成立する。でちなみに具体的に何年の刑かというようなところまでは聞かれませんので、まあ、通常は大体殺人罪が成立するか否かという、まあ、この何罪が成立するかというところで止まります、ね、でじゃあ本件ではね、この A さんに、この人を殺したということでね、まあ、この殺人罪が成立するんだろうかってことなんですけども、客観的に見れば、まあ、要はピストルの引き金というね、を引くというね、まあ、要するにそのピストルの引き金を引けば通常ピストルの弾がねバキュンと出てね、まあ、誰かに当たれば、まあ、死ぬわけですから、まあ、要するにこういう人を死に至らしめるですね、危険な行為をやってますから、まあ、いわゆるこれ殺人罪の、まあ、実行行為なんていうね、まあ、専門用語があるんですけども、要するに殺人罪に該当する行為は、まあ、客観的にやってるわけなんですよ。ただ、その殺人罪っていうのが成立するためには、その殺人の故意っていうものが必要になってくるわけなんですね、でこのじゃあ殺人の故意っていうのが果たして今この B を殺そうとしていたところを C を死亡させてしまったことについて、じゃあそれ殺人の故意っていうのがあるんだろうかということで、その故意
が果たして A にあったかどうかっていうのが問題となってくるわけ、ね、でそうするとじゃあ恋っていうのは一体何なのっていう話になっていくわけで、まあ、ここでその恋っていうものについてちゃんと理解をしているかどうかってことでね、まあ、まさにこれは法律の基礎知識ってことになるんですけども、それが問われます。ちなみに恋っていう言葉はですね、刑法の条文には直接は出てこなくて、刑法の条文ではですね、罪を犯す意思っていうふうに書かれているんですね。まあ、刑法の38条っていうところにですね、罪を犯す意思っていうふうに書かれているということになります。でこれが要するに恋だよってことになるんだけども、じゃあ、刑法38条第1項の、まあ、罪を犯す意思、イコール恋で、それが果たしていかなるものなのか。でここで問題となるのが、 A はあくまでも B を殺そうと思っていたのに全く予期をしていなかった C さんを死亡させてしまった場合にも、 C を死亡させた点について果たして恋ってものがあるのかってことなんです。でもし故意があるよってことになると、実は A に殺人罪が成立することになるんだけども、 C を死亡させた点について故意がないってことになると殺人罪は成立しませんね。まあ、殺人罪は成立しないけども、別途過失致死罪などが成立する可能性はありますけどもね、まあ、要はその故意犯である殺人罪が成立するためにはね、その故意ってものが必要になってくるということになるわけで、そうするとじゃあ一体故意とは何かっていうところでね、まあ、法律の基礎知識ってものをしっかりと押さえておくということが必要になっていくわけです。でそして、まさにこの事案がそうなんだけども、全くこう予期をしていなかった人を死亡させてしまった時にも故意が認められるんだろうか。で実はここは解釈に争いがあるところで、いわゆる錯誤と呼ばれている論点なんです。錯誤っていうのは、まあこれいろんなね、場面で錯誤って言葉が出てくるんですが、今ここで問題としている錯誤っていうのは、その、行為者が、その、主観的に認識していた事実、つまり本件で言えば B を殺すってことね、それから客観的に生じた事実ね、つまりこれは C の死亡ね、その主観と客観にズレが生じてしまった時のことを、まあ錯誤と呼んでいくんですけども、こういう錯誤がある時にも故意が認められるのかっていうことが、実は、解釈で争われていて、まあ、そういう部分を、まあ、論点というふうに呼んでいくわけで、ある説によるならば、結局人を殺そうと思って人を殺してんだから殺人の故意があるよっていうことでね、殺人の故意を認めて殺人罪が成立するんだっていう見解もあるし、いやあくまでも故意っていうのはこの人を殺そうと思ってこの人を殺しているならば、この人を殺したってことについて故意があるけども、この人を殺そうと思っていたのに、あの人を死亡させてしまった場合は、あの人を殺すつもりはなかったわけだから、ね、この場合にはね、あの人を死亡させた場合には、故意がないんだっていうね、そういう見解もあるんですね。で、どちらの見解を、まあ、取るかってことで、ここでね、どっちの見解を取るのが正しいとか正しくないってことは、司法試験や予備試験はないです。どっちの見解を取っても構いません。ただ判例が採用している説や、それからまあ多くの学者が採用している、まあ、いわゆるこう通説ってやつですね、基本的にはまあ割とそれに乗っかって答案を展開することが多いかと思いますが、ただまあ絶対にそうしなきゃいけないわけではないです、ね、ただまあ一応判例通説でいくならば、今のような場合はですね、まあ、結局人を殺そうと思って人を殺しちゃってる以上ですね、これは故意が認められるんだっていうことですね。まあ、なぜそういうふうに考えているかってことについてはね、また講義の中で詳しくお話をしていますけども、まあ、要するにそういう解釈に争いがあるところですね、それをまあ有名な説はある程度抑えていって自説を決めていくということになるわけなんですね。でそこで、まあ本件の場合一応こう、については、まあ、確かに C を殺すつもりはなかったんだけど、人を殺そうと思って人を殺してる以上故意があるんだっていう考え方に立ってね、 A には殺人罪が成立するよっていう、まあ、筋道を立てるわけで、それを今度は答案にきちんと表現していくということになるわけね。どういう順序で何を、書いていって、のかね、で、まあ、実際に具体的なその表現の仕方ですよね、まあ、そういったところが必要になってきます。頭の中で理解してるだけじゃなくて、それを表現できる力ですよね。しかもそれを限られた時間、限られた紙面でやるという、まあ、これいわゆる事務処理能力ですけどね、まあ、そういったことが要求されることになるということになっていくわけです。ですから、まあ、まとめますけども、司法試験や、まあ、予備試験に合格していくために、まあ、必要な力としては、まずはその具体的な問題を分析する力です。
ですね。そして、まあ、どういう条文があるのかということで、条文を引っ張ってくる力、ね。そして、さらに、まあ、この故意っていうものについての理解があるかどうか、つまり法律の、まあ、基礎的な概念を、まあ、理解しているかどうか、そして解釈に争いがある部分について、まあ、なぜそれが問題となって、どういう、まあ、見解があるのかというところを、理解する、まあ、論点についての、まあ、理解ですね。で、そして、まあ、実際にですね、答案を構成し、実際に論証していく力、そしてそれを限られた時間の中で収めていく、まあ、事務処理能力ですね。こういった力がね、やっぱり必要になっていく、まあ、総合力ということになっていくんでね、何か一つだけやればいいというわけではない、バランスよく全体をね、習得していくということが必要なんだということなんですね。といったところですね。まあ、今回は司法試験、予備試験で試される力は何かというところですね。まあ、これをお話しさせていただきました。また何かね、役に立ちそうなテーマでもあればお話をしたいなというふうに思っております。ご視聴ありがとうございました。